腹筋はどうしても首や腰が痛い。ついつい息が止まってしまって、お腹に効く感じがしない。プランクはどうしても腰が痛い。そういった方におすすめな30秒を3回やるだけです。今回のプランクはめちゃくちゃフォームが作りやすいので、誰でもお腹に効きます。お腹引っ込めたい人一緒にやりましょう。今日も一歩前進しましょう。まずは楽に座った状態で、親指立てます。この親指を後ろに向ける感じで、こういう感じで肩を動かしていきます。こういう感じです。肘を支点に動かします。腕がだるかったらね、少し下げてもいいです。しっかりね動かしてください。ちょっと回す感じでね動かしてもいいです。とにかく親指を後ろに動かす。OK。で今度はね、寝たままで膝を抱えて腰をストレッチ。腰硬い人はね、ちょっと足を左右に揺らしてみて、これで腰の柔軟性を調整してください。OK。 今度はプランクです。肘はこのようにつきます。足は足の甲、甲これでちょっと揺れます。ちょっと揺れた方がお腹に効きます。頑張って。これでキープ。頑張って。あと少し。OK。あと2回で終わりです。できれば肘はね、少し前の方がいいです。行きましょう。入れます。うわー。頑張って。腰痛い人無理しないで。うおー、うわー、効いてる効いてる。あともう一回。これでラストですからね。頑張って。全身に効いてる。足つった、足つった、指つった。うわ、足つった。最後腰をねちょっと丸めていきましょう。息を吐きながら、あと5回。1、2、3、4、5。 OK。 お疲れ様でした。やってみた方、グッドボタンとコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。